こんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、毎年、はい、糖尿病学会に参加されていますが、はい、今回も参加されたんでしょうか。はい、今年もですね、5月に参加し、はい、末梢神経障害、足のしびれとかの症状を持つ合併症で発表しました。はい、まあ、新しい検査を当院で世界的に初めて大規模でやっているんですね。今回はどう違うんですか。昨年の発表はですね、はい、我々の末梢神経障害の検査で、うん、まあ、これ商品名を言うんですが、キネダックに関してはこの検査の有用性が証明されました。はい、今年は商品名リリカで同じ有用性を検証したのですが、はい、我々の検査では有用性を認めませんでした。うん、これは薬によって効いている場所が違い、リリカは中枢に作用する薬なので有用性がなかったと発表したんですね。なんかいろいろの名前が出てきて、はい、結局よくわからないんですが、はい、何が言いたいんでしょうか。はい、実はですね、当院での最新的な検査は、いい意味では、はい、神経の中枢か末梢かどこに効果があるかというのがわかるということなんですね。うん、逆に言うと、すべての末梢神経障害での指針には慣れにくいかもしれないというようなことが出てしまった感じもしますと。そんな感じですね。結局なんか私には理解できないんですけれども、はい、すいません。じゃあ、何か学会でトピックスとかありましたか。はいはい、この5月の学会の前にですね、日本糖尿病学会、その学会がですね、糖尿病専門医への紹介する時の基準を出しましたね。はい、そう、紹介する基準って何なんですか。はい、要はですね、通常の医師が見ていてはいけない状態を示したんですね。はい、だからこれから言うことに当てはまる方は専門医に行ってくださいということですね。うん、その基準ができたら分かりやすいですよね。はい、じゃあ詳しく教えていただけますか。はい、この基準は日本糖尿病学会が作成し、はい、日本医師会が監修したものなので、主に開業医も納得したものになりますと。はい、まずは血糖コントロール改善治療調整、うん、次に教育入院、慢性合併症、急性合併症、手術からなる5項目で構成されています。5項目あるわけですね。はいはい、じゃあそれぞれ教えていただけますか。はい、まず第一の血糖コントロール改善治療調整は一番大事です。はい、具体的な例としては1、薬剤を使用しても十分な血糖コントロールを得られない場合や、次第に血糖コントロール状態が悪化した場合です。2、血糖硬化薬の選択などの新たな治療の導入に悩む場合です。3、1型糖尿病など内因性インスリン分泌が高度に枯渇している場合。4、低血糖発作を頻回に繰り返す場合。5、妊婦へのインスリン療法を検討する場合。6、感染症を合併している場合なんですね。はい、なんかますますいろいろありすぎてわからないんですけれども。はい、そうですよね。はい、はい、じゃあ一つずつ丁寧に喋っていきますが、まあ、1番の、薬剤を使用しても十分な血糖コントロールが得られない場合や、次第に血糖コントロール状態が悪化した場合、というまどろっこしい言い方をしていますが、はい、これを私なりに言い換えるとバッサリ言ってですね、はい、69歳までは絶対にヘモグロビン A1C の値を 6.9% 以下にしてくださいと私は言ってます。うん、で70歳以上の方は年齢の1割、75歳ならヘモグロビン A1C 7.5%、まあ、10分の1でいいと言い切ってますと。バッサリいくと分かりやすいんですが、はい、その数値の根拠ってあるんですか。はい、なかなかその辺は難しいんですが、はい、一応ですね、75歳以上ではこのヘモグロビン A1C を下げても死亡率は変わらなかったと報告があります。はい、これはゆっくり聞いてもらった方がいいんですが、なぜかというと、はい、75歳以上でヘモグロビン A1C が低い人は実は低血糖になりやすく、低血糖で心筋梗塞とに死亡している例が多いということなんですね。うん、だから75歳以上ではコントロールは甘くていいというふうに今は言われています。うん、逆にヘモグロビン A1C は 6.9% 以下で三大合併症は進行しないという報告がありますので、若い人には 7% 以下、70歳になれば、まあ、およそあと10年か15年なのでて、ちょっと失礼なことを言いますが、うん、まあ、合併症のリスクはあまり考えずにいきましょうという時代になっています。じゃあちゃんとした数値的根拠があるというわけなんですね。そうなんですね。はい、数値以外には、はい、血糖コントロール目標が達成できない状態が3ヶ月以上続く場合、はい、うん、生活習慣のさらなる介入強化や、これ悪性腫瘍の時もありますね、悪性腫瘍などの検索も含めて紹介が望ましいとしていますね。うん、実はがんの時は糖尿病が悪化するんですね。うん、これよくあるのが膵がんで、体重が下がりヘモグロビン A1C が
食べられないのに上がるときはとても膵がんを疑いますね。じゃあ続いて、はいはい、いろいろありますので、はい、2番は血糖降下薬 の選択などの新たな治療の導入に悩む場合、はい、これはですね簡単で、新薬の使い方が分からなかったら専門医師に相談しろということですね。患者さんの方からコントロールが悪くて新しい薬、例えば SGLT2 阻害剤内服とかですね、 GLP-1 という新しい注射薬が出るんですけども、そういう名前を出してみて分からなかったら、そのかかりつけの先生が分からなかったら、もう医者を変えろということだと僕は思ってますね、はい、じゃあその薬の名前すら分かんない先生は専門医じゃないから変えましょうということなんですね、はい、申し訳ないですが、はい、まあ容赦ないということでしょうかね、はい、じゃあ続いて、はい、まだまだありますが、はい、3番目、1型糖尿病など内因性インスリン分泌が高度に枯渇している場合って1回いうことなんですが、まあ、基本的に1型糖尿病、インスリンが絶対的に必要な病態は専門医が見るべきだと僕は思います、まあ、これ実はやれば分かりますが、コントロールが非常に難しいです。でかかりつけ医にですね、自分が1型糖尿病かどうかを聞いてください、はい、また2型糖尿病でもコントロールが悪くなりインスリンを打たざるを得なくなる場合があります、まあ、それでもですね65歳以下で、まあ、69歳以下って言った方がいいかもしれませんが、A1C が 7% を超えている方はやはり専門病院に行くべきだと僕は思ってます。いろいろな状況があるわけですね。ありますね。じゃあ続いて、はい、4番目として、低血糖発作を頻繁に繰り返す場合、これはですね無自覚、はい、自覚のない低血糖の方も含まれると思います、今はリブレといって低血糖がとても分かりやすいこのつけるやつなんですけど、はい、まあ、判断はつきやすいですね、低血糖になり心筋梗塞を起こして亡くなることも、まあ、高齢者だとよくありますので、低血糖は要注意なんですね、ただこれはですね、はい、患者さんが自覚していない時があり、よくかかりつけ医にそう聞いてくださいね、はい、では続いて、はい、5番目は妊婦へのインスリン療法を検討する場合、はい、これは厳密な、まあ、妊婦さんは厳密なコントロールが必要で、そうしないと胎児に効けができると言われています。ヘモグロビン A1C 6% 以下を目指しています、まあ、これも専門医送りですよね。ちゃんと知識を持ってじゃないと怖いということですね、はいはい、妊婦さん4回インスリン打ちますからね、はい、そうなんですね、はい、そして最後ですね、はいはい、6番目、感染症を合併している場合です、実は風邪をひいているだけでも血糖値は上がります、また血糖値が高くなるとその感染症の治りが悪いので、そうなった場合はインスリン療法を含めた強い治療が必要なので専門医行きですね、いろいろと詳しく説明していただいて、はい、なんとなく分かったようなというか、まあ、私たちが知識を持ってちゃんとかかりつけ医にかからないと危険ということは分かったんですが、はい、ただまだこれ1項目なんですよね。そうですね、はい、実は教育入院、慢性合併症、急性合併症、手術ですが長くなりますので次回に話したいと思ってます、はい、じゃあ私たちがちゃんと知識を持つために次回もぜひご覧いただきたいと思います、はい、先生今回もありがとうございました。ありがとうございました。ファミリークリニックへ、先生今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、さて前回の放送では最後に在宅医療の話が出ましたけれども、はいはい、簡単に前回のまとめをお願いいたします、はいはい、案外知られてないことがありますと、はい、まず医師に電話をかけて医療的判断を聞くとお金がかかります、で2006年の在宅療養支援診療所制度、長いですけどね、はい、創設、これはまあ以前に話した2018年の日本糖尿病学会の発表から学会が出した専門医に紹介する基準が出たというお話だったんですけれども、はい、簡単にまとめていただけますか、はい、学会発表は毎度のことで足の渋みについて発表してきました、はい、また専門医に関する、専門医に紹介する基準が決まりました、はい、血糖コントロール改善、治療調整、教育入院、慢性合併症、急性合併症、静かなる方法